お前って本当にせっかちだな。臨時の仕事ですか？来てくれてありがとうございます、先輩。二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。実は先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか？喜んで。私は小さい頃からカーウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカーウ先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて私は月海亭にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海亭の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だからよく悩んでしまうのです。そんなことありません。ケイシンはとてもよくやっていますよ。ありがとうございます、先輩。数年前私にも娘が生まれて。え、天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で娘も当時の私と同じように月海亭の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだ分かりません。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ？あの子が将来カーウという先輩に出会えるからです。カーウ先輩は優しくあの子を導き、当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。だから20年後のことも先輩に頼みましたよ。ケイシン、私の存在があなたにとってそんなに意味あるものだったなんて。先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会い人、確かに。私は何千年もリーユへの発展や変化に立ち会ってきました。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にも、このリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り、認め、求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよ。そうですね。しっかり皆様に答えなければ。そうだぞ、やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても少し抵抗してみます。あなたの思いに応えるためにも、これからも契約を履行し七星の秘書として居続けます。とにかく戻らなければ。私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて、仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください、先輩。もう行くのか？まだ食べ終わってないぞ。
百式、大丈夫ですか？まさか立ったまま寝ていたんじゃ。見て、見てください、あれ。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて休まないと。こうしてカウン様と会う前に倒れてしまっていました。カウン様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近、朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、私は己の心にとらわれていたままでした。仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として、私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんか？でも仕事って終わらすことできるのか？未来のことはまた後で悩むことにしましょう。